皆さんに俺の武器っていうものを聞いてるんですよね。はい。松井投手は継続力で。継続力。はい。ポーチプロ野球チャンネル。継続力。はい。直球とか進化とかそういうんじゃなくて。そうですね。継続力。はい。どういうことですか。そうですね。まあ大学の頃から、うん、はい。明星大学。はい。はい。からもうこうまあウェイトだったり、うん、こうストレッチだったりをすごいこう。まあ、大事にしてきて、例えば新人合同自主トレの時とかも、はい、まあ、一人で最後までこうなんか残って、うん、はいはい、まあ、ウェイトしてたりだとか、うん、自分の中で、まあ、継続することによって、うんうん、だんだん力も、はいはい、まあ、大学の頃からついてきましたし、うん、その継続力っていうのは誰かから教わったんですか。例えば、まあ、これは絶対に君はやりなさいっていう。いや、何も教わってはないですね、うん、教わってない、はい、なんでその継続力ってものが自分に、はい、備わってるんですかね。なんか自分のこうモチベーションというか、うん、自分の限界を知りたいっていうのがあって、おうおう、こう自分がもう最強の筋肉と最強の柔軟性と、そうですね、大谷選手みたいなこう体を手に入れたら、うんうん、自分がどこまでできるのかなっていう、うん、そうですね、将来性というか、そういうのをモチベーションにしてやってて、まあ、それがこう継続力にもつながってるのかなと思います。いつ頃からそんなプロフェッショナルな考えになったんですか。いやまさか小学校とかはないでしょう。そうですね、まあ高校で一回野球をやめようかなと思った時期もあって。何年生の頃ですか。3年生ですね。お、花咲徳栄高校ですね。はい。で、なんでかっていうと、はい、まあプロ野球選手もちろん目指してたんですけど、うん、同級生に野村勇希、はい、日ハムの、うん、今4番がいて、はい、うん、1つ上にも清水達也さんとか、はい、2つ上に高橋光也さんとか、うん、そういうピッチャープロに行くピッチャーを見てきて、自分はこうやっぱプロを今行けないかなっていうふうに思って、で大学にで野球をやろうと思ったのが甲子園で1イニングだけ投げて、うん、まあ、その時に野球ってやっぱり楽しいなっていうふうに、んうん、改めてこう感じて。高3夏ラストですね、はいはい、それまではやめようと思ってて、うん、投げる前までは、うん、あ高校でもうすっぱり終わろうと、はい、でそうですね、甲子園投げて、うん、やっぱりやろうかなっていうふうに。高校の時は背番号ラスト背番号10 15です。15、はい、15マックスは、マックス141キロ。141キロ、はい、え今だってマックス155とか4ですよね。4キロです。4キロ、はい、はあ、続けてよかったですね。そうですね、今思ったら、はい、その継続力を持って大学行って、どういうことを継続していったら13キロアップしたんですか。13キロ、そうですね、冒頭でも言ったように、まあ、うん、ウェイトだったり、あウェイト、やっぱ柔軟をやっぱやり続けるっていうか、うんうん、やっぱ自分に負けなかったっていうのが強みかなって思います。うん、逆に自分に負けそうな時ってあったんですか。それはありましたね。お、例えばやっぱりコロナでやっぱり結構部活も大学の時こう4時間しか練習ができなくて、ウェイトは部活が終わって帰ってこうエニタイムでやる感じだったんですよ。エニタイム、もうそこら辺のジム、はいはいはい、やっぱ一回帰っちゃうとこう気持ちが切れちゃう。そうね、やっぱりそこででも行こうっていう、うん、夜遅くになるっすんじゃんね。あそうですね、夜、うん、もう11時とか12時とかに行く時もやっぱありましたし、何か奮い立たせるものがないとやっぱりその11時12時行けないですよね。そうですね、行けないです。僕もって一応ジムでもうちょっとだんだんブヨブヨ時間で行ってるんですけど、はい、仕事終わりで7時8時になるといやもう無理と思う、行かない、近くにあるんですけどね、はい、あそうです、継続力大事っすね。
継続力を持ってなんか違うものに役立ったことってどうなんかあります？違うもの、うん、野球しかやってなかったって。あ、はいはい、まあ、確かにそうだよね。まあそうですね。あとはまあ勉強とかですもんね。そうですね。このプロに入ってからも継続力は大事にしてますか？はい、してます、うん、それによって今4ヶ月経ちましたけど、はい、なんか自分の中でプラスに働いてることっていうのは？自分の体がこうやっぱ、うん、その毎週ウェイトやることによって自分の体を理解することが、うん、まあちゃんとできてるというか、調整とかもそうですし、うん、そういうのにこうやっぱ役立ってるのかなと思います。うん、5月2日、まあ今日5月2日時点で、はい、まあイースタン5試合登板、はい、2勝1敗ボギーズが 1.77 ですね、はい、この数字はどうですか？あのまだまだできると思ってるか、うん、まだまだ本調子じゃないぞと思ってるか。まあもっと、まあ、できるかなっていうふうには思ってますし、うん、まあ、三振がまだ思ったより取れてないので13個ですね。20イニングちょっとで13個ですね。そうです ね。ちょっとそこが今奪三振率をこうやっぱ上げていかないと、うん、一軍のバッターはもっとやっぱ当ててきますし、うんうん、そこは課題かなっていうふうには思います。自分の投球パターンとして、まあ、大学の時は例えばどう攻めていったら空振り三振を取れるような、まっすぐで押し込んでシンカーとか、ね、最初はそんな感じだったんですけど、うん、こうそういうパターンもあるし、まあ、あとは変化で最後まっすぐ、いろんなパターンはあります、うん、このプロに入って対バッター対戦してあすごいなって思うところってどこですか？やっぱり甘い球はいかれちゃいます、うん、あちょっとでも甘えてやっぱいっちゃいます。いかれちゃいます。うん、まあ、あとはこう大学と違うのは打った瞬間のこの打球速度、うん、やっぱりこう全然早いなっていう。あ、なるほどね。なんでそうですね、頭も越していきますし、はいはいはい、間も、ね、抜けていきますし、うんうんうん、そういう、まあ、すごいバッターたち相手に、はい、自分はどうこう上がっていこうと思ってますか今？まっすぐって分かってても打たれないまっすぐだったり、うん、ツボのストライクから、うん、でも変化球でストライクが取れるようなこう完成度、三振が取れるこうピッチングっていうのをこうもうちょっとやっていきたいかなと思います。今改めてですけど、自信のある変化球ってシンカーとスライダー、スライダーですね、はい、うん、その2つはどうですか？こっちにも通用するなっていう手応えは？そうですね、もうちゃんとコースに決まったら、うん、こうやっぱ打たれないなっていうふうには思います。うんうん、1軍が相手でも1軍と2軍やっぱり違いますね。あ、違います。まあでも1軍でもシンカーで2三振取りましたし、オープン戦で、うんうん、そこは自信にはなりました。松井投手趣味なんですか？趣味、うん、趣味は、まあ、サウナとか。あ、サウナ、まあ、あとはなんだろう、音楽聴くこととか、まあ、あといろんなとこ出かけるのとか好きですね。景色見たり。おお、一人で、まあ友達とか一人でも全然。はい。景色、どこら辺の景色が今のところ一番いいところは？一番いい。うん。うわあ、なんだろうな。でも最近で行ったのはスカイツリーの夜景。夜景。一番上まで行って。一番上まで行って。高いところは全然 OK なんですよ。あ、大丈夫です。俺ダメなんですよ。はい飛行機すらもうできるだけ乗りたくないんだけど、そうなんですね。じゃあ直近の目標、はい、直近の目標は試合下に上がって、うん、はい、まあ、上がるってことは一軍で投げるということだと思うので、うん、はい、一軍で投げるこう投球ができるような感じに、まあ、仕上げて、うん、準備していければいいかなと思います。コーチプロ野球チャンネルで残り何枠だって8枠だっていうチャンネル動画上げたんですけど、はい、上げさせていただいてるんで、っていうか、はい、
上がる上がる大丈夫上がる上げて上げて大丈夫です。はい、ぜひ、はい、頑張ってください。頑張ります。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。中学3年に120、はい、他にいます？そんな人周りに。わかんないです。へえ。中学校3年入る前に肩と肘怪我して、はい、怪我したの？やっぱり自分の、まあ、持ち味ってなったから、うんうんうん、